短い直線に入って後続は届くかどうか。先頭変わってテーフネプチュン、しかし後続の足色もなかなかいい。残り 100m、 テーフネプチュン粘る、クラシャトル迫る、一気にクラシャトル、テーフネプチュンわずかに、テーフネプチュン体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはオートリアロー、オートリアロー先頭、2番手はダンスパートナー、懸命に追いすがります。残り 200m、 オートリアロー先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。ダンスパートナー迫る、ダンスパートナーオートリアロー、オートリアロー1着、2着にはどうやらダンスパートナー、1番人気に応えました。オートリアロー見事です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはマーベラスサンデー、残り 200m、 マーベラスサンデー余力は十分か。さらに引き離していきます。2番手はスノーイージー、やはり強い。マーベラスサンデー、マーベラスサンデー1着、マーベラスサンデー1着、2着はスノーイージー、これは桁外れの強さだ。マーベラスサンデー。中山競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。宇治の真剣王、好スタートを切りました。ペガサス、この馬も好スタートを切りました。ツインターボ、前に行きそうです。進行ラブリー、それに続いています。さらには宇治の真剣王、8番、ペガサス、その後ろ、サマニベッピン、後方に控えました。前に戻りましょう。先手を取ったのは藤野真剣王。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。一番人気のダンツシアトル、現在馬群の中ほどにつけています。進行ラブリー、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはマイスタージンガー、緑の帽子、ツインターボ、その後ろ
ペガサス、それに続きます。並んで7番富士の真剣王、進行ラブリーすぐ後ろ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてマイスタージンガー、まだ粘っています。ツインターボほとんど差がありません。ペガサス3番手、ダンツシアトルいい位置、果たして先頭を捉えるか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はマイスタージンガー、その隣からはツインターボ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭は桜千歳を、あと 200m 桜千歳を、余力は十分、さらに引き離していく。2番手は進行ラブリー桜千歳王、この馬で決まりか。桜千歳王今ゴールイン、段違いの強さです。桜千歳王1着、2着は進行ラブリー、見事に勝ちました。桜千歳王ダンツシアトル敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。さあいよいよ直線の攻防、先頭変わって西のフラワー、差は3馬身、後続の手応えもいい。残り 200m 西のフラワー先頭だ。残り 100m 後続は大きく離れました。2番手は日本ピロプリンス、西のフラワー独走、西のフラワーぶっちぎりです。西のフラワー1着、2着は日本ピロプリンス、これが最強女王だ。西のフラワー